春季特別講習申し込み受付中。自習コンサルティングで君専用の勉強計画を全科目毎週作成します。精鋭講師陣の映像授業が見放題。2月15日までのお申し込みで 73,700 円が 16,500 円に。詳細お申し込みは動画概要欄の URL をクリック。自分が変化するチャンス、そのチャンスを怯えずに掴み取れる受験生になってほしいっていうところなんですよ。自分が今のこの状況良くないなって思えた瞬間が変われるチャンスで 40% 多すぎ。パクってます。違います。パクってます。仲良しだね。大学受験の実態、よいしょ。ということで新企画やってまいりました。大学受験の実態ということでですね、今回授業形式でですね、まあ大学受験って言ってもいろいろあるじゃないですか、情報ね。合格率がどうだとか倍率がどうだとかいろんなことがネットでささやかれてますけれども、その実はどうなっているのかというのをですね、授業形式でみんなにお届けしたいなというふうに思っております。私、マナビズム高校の翔ちゃんです。リコです。はい、ということでですね、もう僕とリコちゃんでやっていきたいなというふうに思ってるんですけれども、今回ですね、僕らだけでは実態がどうなのかよくわからないじゃないですか、はい、なので講師の先生をね迎えてお話ししていきたいなというふうに思っております。先生を呼びたいと思います。せーの、今井先生。いいよいしょー。ということでですね、はい、やってないでしょ。何それ。せっかく授業でいろいろ喋っていこうと思ってるわけですよ、みんなに、はいはい、にもかかわらずみんなテンション低いから、だからもう僕がテンションを上げてね、まだ足の毛が治ってませんやけど全力でやってみました。これ伸びてましたね。膝と腰砕け散りそうです。はい、ということでですね、はい、今回は講師として私今井がですね、マナビズム高校という高校の川本翔太郎くんと、はい、リコちゃんに対してですね、いろんな大学受験の実態をクイズ形式で、まあ、授業をしながら教えていこうじゃないかというふうなものなので、僕が出すクイズにはガチで答えてください。僕らほんまに答え聞いてないですかね。正答数に応じてこの撮影後のご飯のランクが変わります。やばい。まずい。まずい。頑張るぞ。頑張りましょう。ということでですね、私がまあ今回授業でいろいろ話すのは、川本先生も最初に言ってくれた通り大学受験の実態っていうふうなところで、これからね大学受験をいよいよしっかりやっていこうっていうふうな人たちに向けて、例えば有名な次第大学軍の倍率知ってますかとか、こういう風なものってどうだと思いますかみたいなね、いろんなクイズをね出していくんで、まあお手元のフリップにですね、その回答をどんどん用意していきながら、みんなの答えもちゃんと回収をしつつやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ動画を見ている人もですね、僕が出す問題に対して自分の答えをですね必ず出しながら見てもらえたらなと。自分の答えと正答の差があれば、どんな風な考え方で受験をやっていかないといけないのか、大学受験ってどんなものなのかっていうのものに対して理解を深めてもらえたらなというふうに思っておりますので、ぜひぜひクイズに積極的に参加してください。リコちゃん可愛いな、川本先生かっこいいなっていう風な人はぜひぜひ高評価もよろしくお願いします。お願いします。バリ笑顔やん。バリ笑顔やん。それじゃあ早速まず一つ目、やっぱ大学受験の実態で保護者さんもそうやし、実際に受験をする高校生もみんなが気になってることって何って、倍率やと思うんですよね。間違いないですね、はい、なんでここではうちのチャンネルをメインに見てくれているマーチカンカン同率第一志望の人が多いというふうに仮定して、マーチとカンカン同率のそれぞれのここ直近の平均倍率、強手利用は抜いてください、はい、一般入試全学部とか学部個別日程を合算した時の倍率をそれぞれお答えください。みんなもお答えどうぞ。悩んで導き出すものではないので、あ、今めっちゃ格子が考えた。直感でお答えください。それぞれマーチは何倍、カンカン同率は何倍。はい、できました。それじゃあ早速お二人のお答え、まず川本くんからいきましょうか。川本くん、マーチカンカン同率それぞれ倍率はどんぐらいですか。マーチが6倍でカンカン同率4倍。松光さん、マーチが6倍、カンカン同率が5倍。なるほど、マーチパクった俺の。カンニングできる距離やからね。お互いがね、お互いがね。まあ川本がパクってる可能性があるね。そうですね。動画を見てくれてる人もそれぞれ自分がこうかなと思った倍率あると思うんですけど、ちょっとね川本くんとリコちゃんの答えはちょっと実際よりは高く出てます。おーろ、共通テストとかの倍率も入れたらもう少し上がったりもするんですけど、だいたいマーチが平均 3.7 倍、うん、
カンカン同率が 3.0 倍。あら、そんなもんなんすね。僕の時代より約10年前、この動画撮ってる年度の10年前ぐらいに僕入試受けてますけど、だいたいその時よりは低くなってますね、うん、倍率が。僕ら当時4倍とか5倍とかがザラにあったんで、今、まあ、3.7 倍、マーチが 3.7、 カンカン同率が 3.0 だと。でこれだけ聞いたら思ったより高ないやんと思いません？だって2人6倍と5倍、4倍でしょって思うと、おお、なんかそんなもんかって。全然いけそうな感じですね、はい。ただみんなちょっと倍率のこうからくりを考えてほしいんだけど、例えば3倍っていう倍率って3人に1人やん、合格するの、うん、3人に1人って3分の1でしょ、合格率が。ってことは全体の約 33% しか合格せんへんねん。定期テストで33点取ったらどう思う？低いよな。まだ高校にもよるけど、大体赤点欠点みたいな点数やん、33点って。ってことは上位3割ちょっとしか受からへんねん。ってことは約 70% から 65% の受験者はみんな合格できないの。厳しい。あのこんなリアクション下手な生徒で動画がまかり通ると思ってますか？厳しい。だからあの倍率3倍、カンカン同率の3倍っていうのも4倍とか5倍って考えてた人からしたらそんなに高くないかもしれへん、思ってたより。でマーチの 3.7 ってまあ4人に1人ぐらい、 3.7 人に1人だけど、まあ4人に1人しか合格できひんって考えたら、同じ計算でいくなら4分の1やから合格率は 25% や。だからやっぱり難関次第って言われるマーチやったりカンカン同率、この大学群の一般的な合格率っていうのはだいたい 33% から 25% ぐらい。低い。それぐらいの狭き門なのよ。これみんなが思ってるよりすごい大変なことやから、その狭き門をくぐり抜けようと、え、じゃあどうやったら受験頑張っていったらいいねんっていう人が見るのがうちのチャンネルやというふうに思うし、こういう授業形式でね、いろんなそれに役立つ情報もどんどん出していこうと思うので、その数字は頭に置いててください。あ、厳しい世界なんだなと、うん。リコちゃんはすごい危機感を沸かしてくれてる顔をしてますけど、川本はなんかニコ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 してますね。明日の晩御飯かな。集中してください、授業に集中してください。はい、じゃあ続いて2つ目いきたいと思います。2つ目はですね、まず大学受験っていうのは全員が高3生じゃないですよね。当然2人は現役で合格してるんですけど、やっぱりライバルは現役生だけじゃなくて浪人生もいますよね。川本くん、浪人生と現役生どっちの方が勉強時間多いですか？まあ浪人生。そうやんな、はい。ってことは現役生の何倍以下の勉強時間を確保している浪人生と現役生は戦わないといけないし、浪人生はだから現役生に負けるわけにいかないわけですよ、うん、そうっす。っていう構図が成り立ってますよね、大学受験って。って考えた時に、じゃあ全受験生のうち浪人生って何パーぐらいいますでしょうかっていうのが2問目です。難しい、はい。じゃあ浪人生の割合は全受験生のうち何パーセントなのか、フリップにお書きください。書けましたでしょうか？はい、書けました。じゃあ今回はリコちゃんから答え出してもらいましょうか、はい。じゃあリコちゃん、全受験生のうち浪人生は何パーセントいますか？ 40%。 多すぎ。パクってます。違います。パクってます。違います。僕も4割って書きました。仲良しだね。4割じゃないよ。4割じゃないっすよ。え、そんな浪人しない。こんな浪人しないか。はい、まず答えを言いますね、はい。結論 20% と言われています。20%。でこれは2018年の文部科学省の調査での数字になってるので、まあコロナ禍とかで浪人をかわすっていう風な思考が強まってるっていうのもあれば、2018が 20% なのであれば、だいたい今やったらほんま 15% とか 5% 減ぐらいにはなってるんじゃないかなって想定されますけど、 15% から 20% ぐらい、5人に1人もしくは7人に1人ぐらいは浪人生であるというふうなことが成り立ってます、うん。ってことはさっき僕倍率の話しましたね。3人に1人しか合格できませんよっていうふうに言ってて、マーチャったら約4人に1人だから、浪人生がだいたい5人に1人、 20% で5人に1人っていうふうに考えると、3人に1人、4人に1人やから絶対戦う相手に浪人生おるとかっていう感じではないんですけど、それでも現役生より明らかに勉強時間を確保できるのが全受験生のうち2割もおるって考えたら、合格するのが上位 25% と 33%っていう風に考えると、まあまあ多ないですね。いや、いかついっすね、そう聞くと。しかも浪人生ってやっぱりもう二度と失敗できひんから、例えば国公立第一志望の人でももうさすがに二浪はないから、今年の浪人生活1年やってきたし大学受験合格を確保したいっていうところで、国公立志願者も併願滑り止めとしてカンカン同率とかマーチとか
総計を受けに来るっていうパターンがあるから、やっぱり浪人生の難関次第の割合っていうのはそんなに低い数字じゃないですよっていうのは頭に置いといてほしい。はい、ちょっとずつ危機感湧いてきました。大学受験思ったよりも厳しい世界やなっていう風に湧いてきました。2人は、はい、視聴者のみんなも湧いてきましたが大丈夫ですか。こんな感じでね、徐々にみんなが大学受験のことを深く知っていくような形式でどんどんクイズ進めていきたいと思います。じゃあ3問目いきましょう。はい、じゃあ2つ目で浪人生の割合で厳しい世界だなっていうのは分かったと思うんですけど、じゃあその厳しい世界を戦うっていう風な受験生で、ただ個人差が出るところがあるんですよ。一番それが何かっていうと、スタート時期です。例えばそれこそ浪人生の勉強スタート時期なんていつですかって言われたら、高3の時とか高2の時とかっていう風になるし、じゃあ現役生やったらどれぐらいに進める人が早いと言われて、どれぐらいの人が遅いのかっていうのって、自分のスタートタイミングに合わせてちゃんとこう感覚として持っとかなあかんわけよ。自分よりどれぐらいの数のライバルが先を走っているのか、それはみんな知っといてほしいわけですよ、うん、やから今から言う5つメモってくださいね。あのぼーっとこっち見ててダメですよ。今から言う5つ、はい、みんなもメモってや。今から言う5つをおそらくこのスタートの人が多いだろうなっていう順に並び替えてください。じゃあまず5つの選択肢言うね。高1、高2の夏、高2の冬、高3の春、高3の夏。この5つでどこが母数として多いのか、多い順に並べ替えてください。みんなメモれた？やってや、これめちゃめちゃ大事やで。これ私立ですか？国公立も含め。いや、難関次第。難関次第。急にガチになってきた。シャーロック・ホームズぐらい。前提条件をね。前提条件を確定しとかないとね。これむずいな。むずいですね、はい、難関次第を第一志望って考えたら、一番少ないのはわかるでしょう。お、リコちゃん早いね。はい。今川本見てた。あ、やめてください。お年上やぞ。ガチの人で頼むの。ガチそうなんだ。やめとけよ。はい、行けました。はい、じゃあ学年最下位の川本くんから。誰が学年最下位？中盤ぐらいです。はい、どうぞ。じゃあ多い順ですね。3年の春、2年の冬、うん、3年の夏、うん、2年の夏、高1。高1が一番少ない。あ、はいはいはい、まあこれは間違いないかなって思うんですけど、はい、まあ、こんな順番。なるほど、いいじゃないですか、はい、じゃあリコちゃん。高2の冬、高3の春、高2の夏、高1、高3の夏。お、高1の方が、ね、あれね、はい、なるほど。じゃあリコちゃんは高3の夏が一番スタートとして少ないんじゃないかと、はい、いうふうに思っている、はい、で2人のあと共通してるところが少ないね、意外と。スタートも違うね。川本は高3の春が多い、うん、リコちゃんはいやいや高2の冬が多いんじゃない、11月12月とかが多いんじゃないというふうに考えてます。結論から言うとですね、はい、川本くん大正解でございます。これポテンシャル、潜在能力、潜在能力、はい、順番は高3の春、高2の冬、高3の夏、高2の夏、高1です。この順に多いんですよ。つまり高3の春が一番多くて、ちょっと早めに始める高2の冬っていうのも次に多いで、高3の夏が意外と多くて、高2の夏って少ないんですよ。で高1から勉強始めてる子はもっと少ない。これあのベネッセさんの調査とかをね、いろいろ参考にさせてもらってるんですけど、意外やなって思う人もいれば、まあ妥当やなっていう、川本くんとかやったら妥当やと思うやろうし、リコちゃんとかやったらその答えからしたら、あ、意外と高3になってからじゃないとみんな本腰入れてないんやっていう感覚やと思うのよね。でもう少し具体的なパーセンテージ言います。こっちの方が多分びっくりするはずです。一番多い高3の春に始めたっていう人の割合は全体の 43% です。おお。で高2の冬が全体の 32% です。あ、もうじゃあほぼほぼここで7割ぐらい、全体の 75% ですね。で高3の夏が 18%、 高2の夏が 5%、 高1が 2%、もう全然いないですね。やっぱやっぱ高1からね勉強意識する人も少ないし、高2の夏もめちゃめちゃ少ない。で思い出して、翔太郎くん、はい、マーチの倍率は 3.8倍。 あ、 3.7 でございます。あ、惜しい。ボケるんやったらもうちょっとボケる。すいません。はい、うまいことね。 3.7 倍って言いましたね。でカンカンドイツが3倍だというふうに言いました。で上位 33% とか 25% しか受からへん世界、これ今日ずっと言ってますけど、高2の冬とか高3の春に勉強始めるのが全体の 75% おるんですよ。で高1と高2の夏に勉強始めてる子が 7% おるってことは、高3の春の段階で全体の 80% 以上は勉強スタートしてるんですよね。
そう考えたらそれぐらいやろうなと思いますけど、逆に高2までに勉強始めてる人の数何パーおんねんって、もう計算できるよね。高1が 2%、 高2の夏が 5%、 高2の冬が 32% ってことは、全体の 40% 約が高2の段階で勉強始めてるんですよ、うん、でも合格するの上位 25% と 33% で、で浪人生 20% おんねん、で高2までに勉強してる人約 40% おんねん。やばい。高3から受験勉強始めるのってめちゃくちゃビハインド背負ってるのよ。普通やん。だって高3の春 40% 以上おるんでしょ、普通やん。つまり普通じゃ受かんないのが大学受験なんですよ。周りが勉強し始めたな、高3の春になって桜が咲き始めたぐらいに周り勉強し始めたから僕も私もやろっかな、これじゃ遅いのよ。確かに。だから肝に銘じておいてほしいのは、この動画を見てるタイミングってまあ人によると思います、正直人によると思うんですけど、おそらくもう冬のタイミングで上げてる動画なので、今この動画を見てるタイミングでまだ受験勉強を始めてないっていうのは、大きくビハインドを難関次第というところを主語に立てた場合背負っているんだという認識を持ってください。はい、いい返事です。いい返事です、はい、はい、あのいい感じですね。ということで、じゃあクイズ4問目いきたいと思います。カンカン同率模試申し込み受付中。カンカン同率に特化しているから精度の高い合否判定、プロ講師による解説授業付きで復習効率アップ。詳細申し込みは動画概要欄の URL をクリック。じゃあここからは少しより実践的な話をしていきたいなというふうに思ってるんですけど、もう散々この3問目までで浪人生の割合だとか倍率だとかスタート時期はとかって言って、もうだいぶ危機感湧いてきたし、あ、もう本腰入れて勉強せなあかんなって思ってますね。はい、受験生のみんなも大丈夫やね、動画見てくれてる人も大丈夫やね。じゃあそんな大学受験をよしじゃあやろうってなるときに、まず最初にやるべきことってなんだっけっていう、今から選択肢3つ言います。どれが大事かお答えください。はい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 。一つ目、塾選び。大事そう。二つ目、志望校を決める。大事そう。三つ目、勉強法を調べる。大事そうやけど。一個しか選んじゃダメですか？知りません。あれ？問題の前提どこ行きました？当てはまるなって思うものは答えてください、全部。ああ、なるほど。複数回答もあるってことですか？はい、ありえますね。あ、大学受験でまずこの厳しい世界を乗り越えていくためにどんなことをしないといけないのか、塾選び、志望校を決める、勉強法を調べる、この3つのうちじゃあどれからやらないといけないのか。いけましたか？じゃあリコちゃんからお答えをどうぞ。1番、塾選び。翔太郎くん、甘い。今井先生やで問題出してんの全部でございます。はい、ということでですね、僕が用意していたオチを川本くんが全部言ってしまいました。言っちゃった。はい、ということで全部大事です。全部大事なんですね。はい、全部大事です。当たり前じゃないですか。引っかかった、はい、引っかかりましたね。見事に引っかかりましたね。ということで全部大事だと結論僕は思っています。だって例えば塾選びって極端な話、自分が家でなかなか勉強できませんっていう子が自習室の利用時間が短い塾に入ってもうたら、自習室利用できへん時間なかなか思うように勉強できへんようになると思う。確かに。そうやんな。授業を見ただけじゃなかなか理解できないな、コーチに直接教えてほしいなって思ってる子が映像授業だけの塾に入るとなかなかうまくいかないですよね。だから塾選びも当然大事じゃないですか。自分が大学受験で抱えてる不安とかそういうのを解決してくれる塾であるかどうか、これがめちゃくちゃ大事になってくるよねと、うん、じゃあ2つ目に僕が言った志望校を決めること、これなんで大事なんていう話なんですよ。そもそも論なんやけど、今の高校生たちの多くはもう医者になりたいんですっていう子は医学部、学校の先生になりたいんですっていう人は教育学部、幼稚園の先生になりたい方は幼児教育系に行くみたいに、より専門的な職業に就くって決めてる子は分かりやすいんですけど、ふわっとしてる子の方が多ないですか。うん、夢や目標とかってことですね。はい、だからそういう、こう自分がやりたいこととかが決まっていないってなったら、大学も別にどこでもいいなみたいな、ざっくりマーチのどこか行けたらいいな、カンカン同率行けたらなんかいい感じやなぐらいの感覚で受験勉強を始める子めっちゃ多いはずなんですよ。で、志望校を明確に絶対に定めないといけない、定めた方がいいの、これ言っときます。夏までに決めてください。夏までに決めましょう。絶対に決めきらないといけないのは。ただスタートタイミングで決まってる時のメリットは、受験勉強の全体像を決めやすいからなんですよね、うん、例えばマーチって大学と学部によって全然傾向ちゃうねん。この大学を受けるんやったら英作文まで最後やらないといけない、この大学のこの学部を受けるんやったら文法結構むずいから最初から文法頑張らないといけない。はたまたカンカン同率やったら同志社大学やったら
この英語長文の難易度がめっちゃ高いから演習量を確保するために早め早めから長文演習を入りたいけど、漢学率目やったら文法がいるみたいな、そういう大学学部によって必要とされる力がかなり変わってきます。だからスタートから合格までの道のりを考えるときに志望校が決まっているかいないか、マーチやったら学部まで決まっているかいないかっていうのは非常に受験戦略に大きな影響を及ぼすから、決まってるに越したことないねんけど、多くの場合大学ごと学部ごとの対策をより具体的にやらなければならないのが夏休みぐらいからというふうになるので、まあ夏休みまでには絶対決めてほしいなというふうに思うから、それは頭に置いといて、じゃあスタートタイミングで決まってない人は全体像どう決めたらいいのは、自分がここかなって思う候補で一番学力が高い、合格難易度問題難易度が高い大学に受かるための勉強計画を作るです。メモった今の大丈夫？候補をいくつか出してその中で一番高いところをの勉強計画でスタートをしていく、これが志望校を決める時の意識です。はい、じゃあ3つ目、勉強法を調べる。勉強のスタート時期でよし英単語やろうって思う人めっちゃ多い。2人もそう思わへん？大学受験ってなったらなんか一番最初やっぱ英単語はもうやらなあかんやろなみたいなイメージあるじゃないですか。正解なんですよ。ただ英単語を覚えようよしやろうって赤シートでこうやってやりまくる人と、よし英単語覚えよう、ん？英単語の効率的な覚え方ってどうしたらいいんやっけって考える人、どっちの方が結果出ると思うっていう。最初に言いました、塾選びで大事なのは自分が抱えてる不安を解決してくれる、つまり自分に合う塾かどうかが大事って言ったよね。じゃあ暗記法も勉強法も全部自分に合う方法を見つけるというところから始めないとあかんわけですよ。確かに。じゃあある程度塾に例えば入らずに独学でやるっていう場合は自分で見つけないといけないし、塾で入った後は塾の先生と相談しながら自分に合う勉強法を模索していかないとあかん。ってことは当然いろんな勉強法を知ってその中を試して試して試して、あ、これが一番結果出たっていう勉強法をやらないといけないよね。やから勉強法の勉強をするっていうのは効率的に自分に合う勉強法を見つけて最大出力で成績を上げていくために最も大事なことなんですよね。だから自分に合う塾に入り、ここに行きたいからっていう全体像をある程度決め、その目の前の一つ一つを潰すために自分に合う勉強法って何なのかを確かめていくことって大事やんか。だから全部大事なんですよ。なるほど。全部俺思ってたことと一緒聞くまでもないですか私の授業などもうまーと思って分かりみが深いなんとなく頭に入ってきてますか、大学受験をしていく上で大事なこと。確かにそうですよね。はい、じゃあガチのクイズはこの5問目でラストです。ガチのクイズは、はい、最後6問目あるんですけど、ちょっとこれラフにいきたいので、はい、5問目がラストです。もう視聴者の皆さんも答えてください。じゃあラスト5問目、さっきスタートタイミングで大事なことは言いましたけど、じゃあ年間を通じて受験生として過ごしていく上でこの受験生は合格するって感じさせられる受験生の特徴、これお答えください。何個でもいいですよ。受かる受験生の特徴ですね。何個でもいい。最大3つとかにしましょうか。別に1つもこれができてない話なんみたいなのがあれば1つでもいいし、いやこれもこれもこれも同率で大事だなって思えば別に2つ3つ出してくれてもいいですし、視聴者のみんなもまあ普段からね学びズムチャンネルの動画とか見てくれてたらこういう受験生が受かるとかって僕とかいろんな先生が言ってますけど、それをこう咀嚼していった時に自分の中で合格する受験生ってこんな受験生じゃないかっていうのをぜひぜひ答えとして考えてみてください。はい、じゃあまずは川本くんからじゃあお答え開いてもらって。はい、もう僕は3つ大事なものがあると思っていて、1つ目が覚悟がある、はい、2つ目正しいやり方でできている、はい、で3つ目鉢巻き巻いてる。はい、なるほど。 あっさ返しあれあどうぞどうぞ、あの1個ずつ全然あの説明してください。あこれはなしで、はい、覚悟があるっていうのは、はい、やっぱりその大学受験ってさっきの今井先生の話じゃないですけどめっちゃ厳しい世界じゃないですか、うん、その厳しい世界で勝ち上がろう勝ち抜こうって思った時に周りがやってるからなんとなく自分もやっとこうかなとか、うん、そういうなんかこう弱い意志やと1年間走り切れるっていう風に思うので、うん、まずやっぱ絶対に受かるっていう覚悟のもと勉強できてるっていうところ、うん、でまああとは量というよりかは質の部分っていうか、うん、さっきの今井先生の話でもあった通りその自分に合ったやり方できっちりできてるかっていうところ、はい、まああとはなんかこう風物詩というか鉢巻き巻いてる方がより受かるんじゃない、こたつの上にみかんとか置いて、うんうん、雪の宿もね男の宿も置いてみましょう赤面
赤面です。まあ鉢巻きを巻いてるかのごとく熱血感であれと。そういうことです。いい答えですね。全て正解でございます。ありがとうございます、はい、じゃあ横にいる可愛い子ちゃんどうぞ。前向き早起き頑張るやる気元気のやつよいいですよ。いやでも全部当てはまるんでね。はい、じゃあちょっと一個ずつ簡単に補足してもらえますか。まあいろいろ勉強時期に猛差がある中で、うん、ネガティブになること多いと思うんですよ、うん、でもそこで折れた人から落ちていくんじゃないかなって思うので、うん、前向きポジティブであれと。はい、はい、でも焦って夜遅くまで勉強する子いると思うんですけど、はい、まあ、試験は朝からなんで早起きで頑張るはもうほんまこれいやほんまそれやんな、はい、ができる子が受かります、うん、シンプルかつめちゃくちゃ大事なことなんですよ。特にね覚悟があると頑張るって結構似てるような。そう、頑張る覚悟が必要だよね。もう全部正解ですよ。やっと、イエーイ、仲いいですね。いいですね、慣れてきましたね撮影にね。いいじゃないですか。これね僕が思うまず正解ってなんだっけ、これに関する正解ってなんだっけって思うのは、おおよそこの質問をされた時に受かる受験生の要素として自分が思いつくものは絶対に全部大事なんですよ。直感でこれが大事やなって思えてるということは、今まで自分が生きてきた中で聞いてるいろんな情報とか誰かを何かの姿を見てきたとか、そういうので入ってきてる情報からこの質問に対してこれが大事かなあれが大事かなっていう答えが絶対に導き出される。それは今日のここまでの動画の内容の中でも僕は散りばめてきたつもりだし、だから川本くんもリコちゃんもその僕の話を聞いた中で、いやスタート時期ばらつきあるけど自分は遅いからいいんだとかじゃなくて、前向きにもっと捉えれるようにならないといけないし、この厳しい世界で勝ち抜いていく覚悟を持ってやらないといけないんだって思わないといけないって感じたからそう書いたわけだよね。だからまず自分が大事だと思ったことは絶対に全部大事の中で、僕から一個だけこれは絶対に大事だよっていうのを最後この話に紐づけてちょっと言わせてもらいたいなっていうふうに思ってます。厳しい世界だよ、なかなか合格しにくいんだよっていう話はもう痛いほど言ったから分かったと思うんやけど、じゃあその中で僕がこういう受験生であってほしいなって思うのは、自分が変化するチャンス、そのチャンスを怯えずに掴み取れる受験生になってほしいっていうところなんですよ。僕はこの学びズムチャンネルでいろんな動画出演してますけど、受験相談もたくさん受けます。でその中で学びズムチャンネル見てますって言ってくれるけど、僕らが言ってるぐらい本気で勉強できてる子って非常に少ないんですよね。けど学びズムチャンネルというチャンネルにたどり着いてる時点で、受験勉強ぼちぼちきっちりやっていかなあかんな、やる上でどんなことに注意せなあかんのかなっていうのは考えれてるでしょこれ。だからうちのチャンネルに出会ってるはずなんだよとかでもいいし、その受験勉強を始めて今勉強時間やってるけどなんか本気でやれてないな、もっとやらなあかんなって感じれた時が変わるチャンスなのよ。人間誰しも今のこのままじゃダメかもしれないみたいなの時に変われるチャンスやのに、変わらなあかんって分かってるから頭では。やけどその時に例えばうちやったら受験相談の話してるけど、受験相談申し込むってなんか塾のセールスめちゃされそうで嫌やなみたいな風に思って、今悩んで困ってることがあるのにそれを解決できるチャンスがあるのにそれをつかまないとか、受験勉強本気でやらなあかんなって分かってんのに、いつまでたっても部活のオフの日は家帰ってぐーたらスマホ触って TikTok 見て YouTube 見てっていう生活を変えられないとか、だからそういう自分が今のこの状況良くないなって思えた瞬間が変われるチャンスで、その変われるチャンスを逃した受験生から脱落していく。この状況ダメやな、今変えなあかんなっていうのを1回目思った時に変われなかったら、2回目思った時はもっと大きな勇気が必要になる。変えるのに覚悟がもっと必要になる。それを逃してしまったら3回目同じこと思った時にはもう体が動かない、気持ちが動かない。4回目思った時には時すでに遅しです。だから受験勉強を始めた方がいい、本気でやらなあかんなって思ったタイミングに受験勉強を本気で始めるのよ。今自分が勉強しててうまいこと言ってないな、この状況が良くないんじゃないかなって思ったらすぐに変化することを選ぶ。その変化を怖がらない、そのチャンスをつかみ取る受験生になることができれば、どん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 いい方向に変わっていける受験生になれるから、勉強法が間違っていてもすぐ軌道修正ができるし、勉強時間が少なくてもすぐ軌道修正ができるし、そういう受かる受験生の勉強量やったり勉強法で勉強できるようになっていくから、チャンスをつかめるようになれば。だからもう受験生たるもの変化を怖がらず、変化を受け入れられる人間たれというのが僕からの最後のメッセージです。ただとはいえ、じゃあ変化するって決めたけどどう変化起こしたらいいねんってむずいし、できる限り短期間で結果欲しいやん。
だから最短期間でやろうと思ったらやっぱり自分が納得のいく答えを出してもらうことやったりだとか、自分がに合うなって自分が心底思えるやり方であったり勉強時間のリズムやったりだとかでやってもらわないといけないから、これ最後告知ね、告知やけど、そういうどう変化を起こしていくねんとかっていう、どうやって受験生の基準を上げていくのか、勉強量やったり勉強法どうこだわっていくねん、この志望校やったらどんな風な年間勉強計画でやったらいいねんっていうのを僕らが指導する春季特別講習というのを今申し込み受け付けてます。でこれは2月15日までのお申し込みで、通常6万7000が1万5000円で受けれる非常にお得なキャンペーンもやってるから、2月15日までに今自分が何を勉強したらいいかわからないであったりだとか、自分に合う参考書って結局何なん、問題集って何なんとか、それって自分がほんまにできるようになったことってどうやって確認したらいいねんっていうのがわからない人、けど今の状態が良くないとだけは分かってる人、そんな人に受けに来てほしい。でオンラインやったら1ヶ月、校舎受講やったら2週間、僕らに期間くれたらその答え全部渡します。で受かる受験生が変化を起こすときにどんな風な変化を起こさなあかんのか全部教えてあげるから、ぜひぜひ動画の概要欄に貼ってある特設ページの URL からですね、講座の詳細を確認して申し込むようにお願いします。どうでしたか2人、リコちゃんとか初めての撮影で緊張したけど川本とイエーイとかやっとったから全然緊張途中でほぐれてきたかなと思いますが、どうですか。はい、なんかすごい分かりやすくて危機感が湧きました。もう自分が受験の時に聞きたかったと、はい、もっと早くね。リコちゃんは学びズムに入ってきたんが8月ですね。8月塾入ってたけどね、それまでもある塾に入ってたけど勉強してた。してないですね。川本くんはなんか感想どうでしたか。いやもうめちゃくちゃ危機感湧きました、はい、もうすぐ今申し込もうかなっていうふうに思ったんで心動かされました。いいです。うん、あ持ち上げんの下手やった。本当はね川本がこっち側で僕そっち側行きたいんですよ。ただ僕が入る学ランのサイズがないと緊急事態に陥ってですね、ドンキに買いに行ったらねなかったですね。ないですね。US サイズ僕はまあ終始こっち側かなと。第2弾やりたいですか。やりたい。もっといろんな話聞きたいですか。聞きたい。わかりました。はい、ということで皆さん第2弾も期待してますとか、今日した話で実はこんな側面もあるから大学受験ってもっと厳しいんだよ、勉強していく上でこんな意識が大事だよっていう風な意見がある人はどしどしコメント欄にその内容をよろしくお願いします。面白かったよ、リコちゃん可愛かった、翔太郎くんかっこよかったっていう風な人はぜひぜひ高評価、今井先生の話が分かりやすかったっていうのもコメントお待ちしております。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。動画を見てくれてありがとう。今マナビズムの公式 LINE に登録すると早慶マーチカンカン同率各大学で確実に合格点が取れるようになる完全攻略本をプレゼント中です。各大学の大門構成や点数配分、ゼロから合格するための英語勉強法、各大学の特徴的な設問とその解き方について解説しています。次第志望の方は概要欄にある URL から今すぐ公式 LINE に登録してください。